ち、下流です。お願いします。ラジオ。はい。ということでね。早いね、1週間。早い。この前も確かここやったから。そう、この前もここで撮ったんや。そう、ちょっとね、音がこもるらしいんですけど。そうやね。ほんまに申し訳ない。ちょっと場所がまだなかなかね。うん。ちょっと難しくて。エアコンもついてるんか、今。いや、どうなんやろ。オフちゃう。オフか。うん。オフってると思うよ。ちょっと切ってみろ。オッケー。いや、多分オフ。それオフや。あ、オッケー。はい。はい。何も変わってない。何も変わってない。ね、音質良くなってるとかない？うん。まあね、うん、1週間経ちましたけど。なんかあった？何があったよ。まあ、ちなみに、まあね、うん、頑張れるよと一緒に。うん。熱田に。熱田、イオンモール熱田店、愛知県の、はい、熱田というところのイオンモール熱田店さんに呼んでいただいて、はい、ね、営業に行かせていただいたけど、ありがたい。あいつらも仲いいね。仲いいね。ずっと仲いいや。一緒やもん。 NEC の時からもまし同期やけど。あ、そうやな。ずっと仲いい。ずっと仲いいな、うん、あいつらなんかね、かわいいね。もう今度ね、うん、4人で、うん、一緒にその頑張れる部屋ルームシェアしてるから、うん、そこに行って、うん、4人でちょっとね、うん、ご飯パーティーでもしようじゃないか。はい、行きません。なんで？行きません。ちょちょちょ、行ったらいいよ。行きません。なんで？怖いです。いや、いいやん、同期やろ。同期で、結構さ、仲いいやん。まあまあね、仲いい方ですよ。うん、怖いです。何がな？よっちゃんの、怖いです。あんな一瞬で、ぶって太って、原因が人間食ってるとかしかありません。こう、じゃあもう普通の食べ物じゃ取れん栄養を取ってる。人間食ってるわあいつ。そんなことないやろ。大腿骨とかシュッてこう。お前どんだけよっちゃんでかい。あら、こっち来たんだって言ってるもん。全然いいね。まあちゃんも、よっちゃんだけ食べてひどいよ。お前ライオンキングや。あったやん、ハイエナたち。そうそう、なんかこの肉をこういう食うなんて、そういうシーンあったけど。そうよ。ご飯会もね、言われてるけど。そうそう、行きたいな。いい。まあまあ、よっちゃん飯結構よっちゃん飯上手とは聞くで。いや、食べたいわ。何作れるのよ。どんな噂ある？え、もうある程度、でもさ、日本料理よ。解析？解析かどうかは知らんけど、そのボルシチとかそういう珍しいな。あっちのは無理なんちゃう。珍しい。だ、日本料理でほんまにお母さんが作る肉じゃが、うん、卵焼きとか頼まんて。ボルシチ、あれやろ、なんか紫色の野菜入れて汁出すやつやろ。知りません、ボルシチの作り方。なんかそんな感じやったで。ボルシチ、うんこでいいって絶対お前やろそれ。ちゃちゃちゃ、よっちゃんせいなくし終わりっすよ。よっちゃんこういう、うんこ味のカレーとかじゃなくて、じゃなくて、うんこ、うん、ボルシチ、うん、うんこでいい、お前やろ。じゃ、よっちゃんやろ。お前やろ。よっちゃんです。お前で、まーちゃんは言うね。またうんこじゃダメだよ、よっちゃん。うん、それは普通にやないな。そう、まーちゃんもうんこは食べれる。うんこは食べれる、まーちゃん。あ、そうなんですね。そんなもありましたね、今日ね。いいですね。ちょっとさ、はい、TikTok を見てて、はい、その何や、その急にそのパッと思い出したからよ。モノモースみたいな TikTok 見てて、うん、ちょっと何やそれってあってんけど、うん、このパーって見てるやん TikTok を、うん、ほんだらその紙に5秒後に水をくださいと言ってください、うん、って感じで、こう無言で、うん、あーと思って、で、5、4、3、こう数字があって、あ、はい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 、2、1で、わしが、水をくださいってほんまに言ったね。お、ちゃんと言うじゃん、うん、ほんなら、うん、あー、はいってやられて、その動画上で、はいはいはい、こういう風に水を渡されるとなんかときめかないって言われて、何やそれって思って、なんかの心理テストなんかなって思ったよ、わしは。なるほどね。そう、水をくださいっていう時にそのちょっと間を空けて言うタイプで、どうのこうの、あ、水くださいっていうタイプでどうのこうのかなと思ってて、ほんだら、あ、はい、こう渡されるとちょっとときめかない。腹立つ。腹立つは TikTok でやで、ね、むっちゃ腹立つ。
何やそれ。いやまあな、そういうのが多いんじゃないですか。何がですか。そういうところが、そういうだから TikTok って心理性、心理のあれをよう出てくるんよ。その森の中を横、動物が横切りました、何が横切りましたかみたいなばっかり出たから。なるほどね。ほんだら急に、あ、はい、こうやって渡されるとちょっとドキュメンがない、腹立つ、腹立つわ。っていうかさ、お前がTikTok 見すぎやん。 TikTok 見ますよ。違う違う、異常やで。何がですか。違う違う、今日も、うん、それこそ営業行っとったやん。はい、行きましたよ営業行く、はい、でまあ最初2組で登場して、うん、ちょっとあーすごいありがとうございますみたいなオープニングトークじゃないけど、うん、はいはい、をした後に、うん、まあ、ネタをやりますみたいな、はい、まず我々下り、うん、次に頑張れるや、うん、やった後にあ、まあ、じゃんけん大会とかいろいろあって、まあ、大体30分ぐらい、2組で30分やる営業やん、うん、で、まあ、最初オープニング行く、うん、で1回2組はけて、でまず俺らネタやる、うん、終わって2秒後には TikTok 見てたやろ。見てたね。ちょ、お前さ、なんだよな、見すぎ見すぎ、なんでさあの30分が待てんの。じゃ意味わからん。こいつ早いじゃん。じゃあ俺は別に何やろ。なんでだから TikTok の音声が腹立つとかは別にないんよ、うんうんうん、ないんやけど、うん、いやいや、え、早い早いパスよそりゃ。じゃあじゃあミンってお前依存やで。お前めっちゃ何でも依存するよ。はい、なんそんなお前なんかその遊戯にさ、お前ブラックマジシャンに依存してるでとか言う。お前ブラックマジシャンばっかり使いすぎや。ちょ、なんかかわいそうや。で、会話に。お前、ブルーアイズホワイトドラゴンに依存してない。言う？いや、違う違う違う。それは言わんよ。だって主力や。お前の中で。主力や。TikTok。お前の中で TikTok って切り札や。切り札や。なんでなの？なんかあったら TikTok。わからんのよ。何がやねん。なんでお前じゃあ TikTok 来たら。うん。って何なるよ。もう俺の感じだよ。なるよ。意味わからんって。お前さ、そのまま TikTok 見しちゃ逃げてったらええ。お前さ、あの友達のじいちゃんをカードの中に入れてまで TikTok 欲しいんじゃん。じゃあ遊戯のじいちゃんだ、うん、こうやってそうそうそうバニラカードにされてたけど、そうそうそう、じいちゃんから盗んでまで TikTok 欲しいんか。いや、いらんやん。じゃあ TikTok はもうわしのデッキに入ってるから。そうやで、お前はその友達のじいちゃんの TikTok にアタッシェケース満タンのお金を渡すのね。買い場すぎるって、ね、めっちゃ好きや、ね、渡すの。遊戯王めっちゃ好きや。そこめっちゃ見てたよ。アタッシェケースで金満タン渡すところ。そうそうそう、みんなそんなところ。とか、あの海馬木馬っていう、あ、弟な、めっちゃ変な名前の弟おるや。海馬木馬、あ、そう、海馬瀬戸も変やけど、うん、海馬木馬っていうめっちゃ変な名前の弟って、その弟が遊戯に挑んだ、うん、なんかダイス、ダンジョンディメンションダイスみたいな、知りません、 DDD っていう、知りません、やつがあって、うん、なんかサイコロ振って、でそのサイコロがパカーンって開いていって、うん、でその中にモンスターが出てきて、その開いたダイスでなんかフィールドをそれぞれ 2D で作っていってバトルするみたいな。あったなそんな。そう、ダンジョンディメンションダイスやったから、どの順番忘れたんやけど、うん、DDD っていう、知りません、俺その辺は見とって。そんなんじゃないです。そう、それでなんか意味わからんけどダイス振って、でもフィールドが満タンになったその最後の隙間みたいなとこに、その遊戯のそのダイスがピカーンって光っていってとかあって、違う違う、めっちゃ意味わからんやつが進化してめっちゃ強なるとか。わかりません、私の切り札は TikTok です。その辺は見たい、俺は。ああ、遊戯王で言うと、そっから先になると俺はもう無理だ。そこどこかわからへんねん、マジ全く。そんなこともあったよ。だから、いやありましたよ、 TikTok で腹立つとかね。違う違う、お前がな、やっぱ見すぎないよ。何げぇ TikTok 依存やで。だってこの前もさ、うん、ちょっとほんま意味わからない。お前とんかつ依存やないか。何がとんかつ坊主。違う違う、俺毎日は食うてないの。ほぼ毎日や。ほぼ毎日ちゃうけど、2連続でとんかついって、2日続いただけや。じゃあ珍しいって。珍しないの。じゃあお前食んなよ。何それで一緒に来てさ。で俺悪いけど、とんかつ依存ではなかったね、うん、あの時はとんかつ屋に行ったっていうだけ。同じで、そこのとんかつ1回に行った時うまくて、うん、次違うの食べてみようって言って、とんかつ食わんかって、うん、なんやったらお前がわしロース食おうかなって言って、お前が2日連続でとんかつ来たやったやん。なあ、俺もう買ってない今買ってます
のやってたらな、リュウジのプライド捨てろとか言ってリュウジはプライド残ってた方がええやろ。ダメよね、ほんまに。これは本当にお前が言ってきたことに対してこういう材料がありますって結局、そうやったよ。俺はあの人は飛んでき食うだから飛んでき食う。で、お前はあれ生姜焼き生姜焼き食って、うん、で、二人で、あのアジフライか、アジフライ食ったやろ、うん、美味しかったやろ。美味しかった。どこで切れたんぞ、謝れや、カス。すみませんできるんやな。見切り発車はできるんやけど、その後の処理がな、この追いつかんのよな。こう、って言ってる間に考えてはいるんやけど、なんかカーブしてエンストするしか今頭にかかって。もうめっちゃそのままない。頭の映像そのままかもしれないな。これが良くないわけですよ。すみません、本当にね。いいんですよ、本当にね、そういうのもあったりとか、ね、あった、はい。あと、私服で漫才で、一番ダサいと決まったり、ね、うん、一番ダサいって言われた。一番ダサいって言われましたよ。やっぱさすが。いや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 。もうだって、猪木以来よ、やっぱ、赤タオル、しっかり。いやー、なんかちょっとなー。あれ、あー、一言で物申す。うん。なんか言うてましたね。そのー、ケビンスの2期の方がダサい。みんな見てみてよ、わし X にあげてんねんけど、うん、あれむっちゃダサい。ああ、なるほど、お前の中で。わしの中で。でもなんか、うん、ニキが言うには、うん、いやもう一周してんだよ。ああ、なるほどね。そう、これめっちゃオシャレだよ、うん、俺のこの細さからしたら、うん、それ、しもた浮くよ、逆に俺のことダサいって言ってると、うん、みたいなスタンスやで、ね、これもあなたいや、だから、その誰が一番ダサいかっていう投票の仕方やったよ、うん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 、じゃなくて誰が一番おしゃれかの方がええと思うね。ああ、なるほどね。そう、で、下位、うんうんうん、で、それで票が入ってなかったらイコールダサいになるという。そう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 、誰が一番ダサいかっていう決め方やともう入れやすいと思うね。まあね、そう、差が激しいからな。はいはい、マジで。いやいや、むっちゃ神社の階段くらい3階でそのあれちょっとしかないな。めっちゃちょっとだけ平べったい、ちょっとだけなんですけど、そう、あれ多分カタツムリでも登れるくらいの差しかないから、そんなかかってすぐ行けそうですよ。そう、別にそんな差ないですよ。そんな差ない、そんな差ないですよ。申し訳ない。お前1位にもなったけどな、ちょっと。いや、見ましたよ、息がダサいな。いや、ミキさんか、結局ね。いや、いや、そうなんかな。何がおしゃれかわからん。すごかったよ、ズボンもね、そのベルサーチのズボンとか入ってた。知りません。結構ハイブランド。知りません。ベルサーチっていう、もう相当ハイブランドよ、本当に。なんか、ペンダントとかも有名。ベルサーチ、なんかね、蛇が巻きついとるみたいなモチーフがあるんかな、ベルサーチって。その、シャツインが流行ってんのかな。シャツインに対して、うん、へそ上までズボンを上げて、うん、ベルトで切っ流行ってんの？いや、あ、まあ流行ってはいますね、多分。イカ飯やん、なんかそのえ、つまようじ、つまようじの高いと、つまようじでピュッてやって、キュッてやって、イカ飯やん、何あれ、何がおしゃれな、わからん。違う違う、マジで。ちなみにやっぱ、お前はダサいよ。いやあれで、あれでイカ飯が出てくる。いや、わかる、わかるよ、わしははっきり言ってダサいよ。いや、まあ下田はね、ダサいというよりね、ああ興味ないだけなの。そう、服着れたらいいっていう。そうそうそう、そっちなだけなの。別にダサいというあれじゃないよな。いや、いや、いや、まあまあそうな。そうなんよ、まあ、やっぱ興味あるなしってかなりでかいから。ああ、興味あって服いっぱい買うけど、似合ってないがやっぱ一番ダサい。いや、まあ、興味なくて、別に逃げとるとかでもなく、洋服から、うん、ほんまに興味がない。え、じゃあ、リュウさんはさ、はい、服好きやん。俺服好き。ミキのあの格好を見て、うん、おしゃれやなって思った？思いません。思わへんやろ。ミキ、ほら、俺を巻き込むの。思わんやん、あれだって。巻き込む。なんか一周してるとか言ってたけど、うん、一周どころちゃうやん。やめてやめて。もう舞台でも言ったけど、マジで鹿児島の小6であんなやついっぱいおったのに。
みんなここでやって半袖でなんか英語の文字パンパンってなってシャツインして鼻くそ楽しながらおいサッカーしようぜいっぱいおった普通花水それをね普通花水それを鼻くそ垂らす一周回っておしゃれやんどういうことマジで腕時計もう腕時計平井圭やマジで俺の方入っとるからお前俺の方に入っとるからチクタクチクタク腕時計の方着てもそうや腕時計の方着てもなんなあれじゃあわしチンポを出してさ歩いとこかどういうこと一周回っておしゃれなんやろ一周回ってまじチンポを出して歩いてチャーン今このビンテージでこれ出すお前なんでお前さお前のチンコそのビンテージなのめっちゃこれ30年ものチャーンこれ小さいとかチャーン一周回っておしゃれやねじゃあお前のってなんかな全く納得できないあの極論にもなってない極論や極論になってない昔流行ってたやつを今着るのがおしゃれみたいな言うやんあなたも古着すごいでしょ古着好きです古その、うん、そういうことや前流行って古着はちょっとちゃうかニュアンスまあね味が出てみたいな感じとか なんて言ったらいいやろな古着ってもういろんなものある古着というかまあ、ね、あの軍物の俺はミリタリー系とかも好きやったりあ、まあ、古着も好きやったりするんだけど、うん、あのそういうミリタリーとか、うん、そういうやつが、うん、あの今のブランドの元になっとったりするのそのデザインの、うん、いわゆるまあなんやろなあのコートとかで、うん、俺が緑のコート持っとったりするやん、うん、あれも貴重かったな、うん、ちょっとだけ違うやつ買って、うん、M51 とか言ったり、うん、M 何やったっけな M6 なんとかっていう形があるんやけど知りませんそれを元に今のブランドが それに似たコートを作って新品として発売してたりするから元になったようん、デザインでねもうその頃にはそういうなんやろなもう完成しとったみたいなで機能的でもあるしかっこいいっていうのでもうその頃のものが今のこう参考にされてたりするから一緒や昔はみんなフルチンチンポコ出してやってて、うん、でちょっとだけ毛皮巻いてでちょっとだけなんかそのこうやってなんか鳥の羽とかここに刺してで腕輪みたいなのしてってやってて一周はだから今も残ってるやんあ、成人式の時のあのファーみたいなやつおあの白いやつとか、うん、あれもなんか毛皮やいやまあねな、うん、あのもう言っちゃ縄文時代からこう来てんちゃうん知らんでいや違うよ知らんでなんかそのドフラミンゴみたいなその黒のふわーってみたいなコートみたいな違うって来てるんじゃん昔の縄文時代のところが全然ちゃうっていうの落ち着いてやったら違う私もチンポコ出してじゃあヴィンテージでこれ昔流行ってて一周回って今おっしゃるやんこれが今ええねんええわけないやん破綻してもっと何が破綻してるの落ち着けお前はあの興味ないんやけん服に、うん、なんでそこの土俵であの興味ある人らに対して「いやいや服ってもうめっちゃ意味ないで」みたいなことじゃ意味ないでは言うてないねそう悔しいねん何がミキがおしゃれとされてるのがしゃあない悔しいだからそれにその悔しいっていう思いをお前はぶつけるとこ間違えてるよ今だって全ての服に対して言ってもうてるからあほんまうんあの人がダサいってなってない、うん、この世界が憎いからなんかファッション自体に対して憎悪を抱いてるかのような言い方ああでもそうかもだからそうなんやそのそんな何がどうその方程式なんや数学ちゃうやんファッションって、うん、なんかその 美術でもないやんいやどうなんやろな方程式はあるんじゃない例えばこういうなんやろ服のシルエットでこういうシルエットになったらかっこいいとかあそういうのがあったりもするからあで、まあまあまあ、この色の組み合わせがかっこいいとかそういうのがこうやってきたら清潔に見える。じゃあ、これはあるの分かるよ。そうそう、視覚的にこう見たらとかあるから。あ、分かる分かる。計算ではあるんじゃん。暖色みたいな色と、うん、あとなんかこれ合わせたらいいみたいな。そこの、あれは分かるよ、はい。に対して、その、まあ変な話、ここに、うんこのロゴが入ってたとしよう。うんこのロゴが入ってたとしようよ。ほんだらな。うんなんかその暖色とこれを合わせることによってめっちゃあったかい感じのファッションやねんわかるそしていやそのうんこ出さないですかここのうんこみたいなのちゃうねん
これ一周回っておしゃれやん。これ昔人間そのまま捨てててんけど、ここに入れることによってあえて目線を当てました。うんこさんに興味をスポットライト持ってもらうために当ててもらって一周回っておしゃれやん。ここがわからんねん。じゃあだからそこはおらんのやつ。おったやん。わからんじゃない。おったやん。わからんじゃない。息もないから英語でホーリーエルフみたいなローマ字書いてたやん。お前なんで遊戯王だよ。だからそれ遊戯王。お前遊戯王のポケモンしか出てこない。それがわからんやん。これは何。これはそのカワイっていうのわかんない。映画やな多分な。いやバンドバンドか。うんバンドのでいいじゃん。ああそんなんはわかるよ。うんそんなんまだいやいやあれも多分ハーレーダビッドソン、あのマイクのやつの T シャツ。あ、そう？そう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 。あれは結構ね人気あったりするんよ。ハーレーの T シャツってデザインかっこよかったりするけ。あ、そう？そう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 。ホーリーエルフ。じゃあ別にだから今落ち着け。落ち着いてる。お前の敵が何かっていうことに気づいたの。今どうにかしようとして必死になりすぎて今ねやっぱ服飾全体を恨んでしまってる。お前の敵は敵というか、お前が本当に倒したい相手っていうのはその洋服とか和服すべてその服を着てる今の現代人ですか。違うでしょ。相手はケビンス・ミキな。それ広げな、広げすぎるとどうしてもねやっぱお前が負けちゃう。もう兵隊の数が違うからさすがに。落ち着け。ケビンス・ミキさんとの一騎打ち、これに持っていけ。そうやな。な。結局そうしよう。そうそう、それでいいかな。危険よ。今危ない危ない。島田君。すいませんね。ちょっと申し訳ない。いや、ちょっと止まらんな。ね。もう絶対言わない。ちょっと待って。ほんで、うんこの。おい、なんか。めちゃめちゃダサい。言ってくれ。俺の感性やけど。多分、うんこのことが大好き。な人やったらうんこ T シャツとか着るかもしれんけど、うん、そういうことよ。そのさかなクンみたいな感じちゃう。その魚の帽子かぶって魚って、いや魚大好きみたいな。それはわしはファッションとしてありやと思う、うん、あそこまで行くと、うん、だけどもうそういう人なんじゃない。うんこって入れるとしたら俺あんま言いたない。それをなんかおしゃれの感じで言ってくるんかな。じゃあおらんって。おるやん。おるんや。ブワーってその、ダメージジーンズなりなんなり、うん、ブワーってダメージ入ってるやつで、うん、お前えジージャンなんやほんで。知らん。知りません。ダメージジーンズでジージャン知りません。普通下ちゃいます。どうやって。いやじゃああえてやねん、はい、何やねんあえてって。わしのこのじゃあタオルこれもあえてや。いやそれはダサいわ。はい。じゃあお前興味ないけどやっぱダサいって言われるのはちょっとだけイラつくんや。そうよ。あそう言わんでええもん。あ、まあ、確かにね。うん。うん、もうダサいことは分かってるし。ああ、なるほど、なるほど。言おうか？わしも、わしより弱いやつに。弱いな。弱え弱。え弱いね。お前何色？弱え言おうか？何色だ？言おうか？いや、別にまあ好きにしたら。え？いや、別に俺はそんな弱えとか言っとるお前がどんどん浮いていくだけ。別にええけど。浮遊しちゃう。そう、もちろんもちろん。もうどんどん浮いていくだけ。無理やな。勝たねえ。そうよ。いや、別に勝つとかは別にええやん。まあ、言ってきたやつに対して言ったらいいじゃない。でもやっぱ、まあまあ、そりゃ、もう言ってくれるうちが花ですよ。いや、まあな。もうそうよ。お前はもうほろきしゃなくなって。ほろきしゃなく、うん、ほろきしゃなくなって、はい、もう何にもならん男になったら、誰も何も言わんない。あ、そうですか。そうです。はい、わかりました。はい、しゃい。すべとるだろ。はい、わかりました。はい、しゃい。最悪の終わりや。最悪や。いや、もう何も言わんない。はい、しゃい。めっちゃすねた。はい、はい、しゃい。嫌な終わり方やな。悲しいわ。ちゃうよ。こんな服の話はもういいんですよ、別に。はい。我々のね、英雄の話をしましょうってことですよ。駅でね、我々は人を助けたんですよ。駅で助けた。お前、この話思い出したから、あ、しゃーって急に終わらそうとした。うんうん。あ、そんなことない、うん、じゃあ態度悪いだけか。駅でね、助けたんですよ。これ忘れとったな。そりゃね、お前は言わんと。まあ、我々の英雄というか、うん、まあ、我々がね、うん、ある高校生カップルを救ったというか。救った。ほんまね、話してあげて、このストーリー。いや、だから、二人でね、うん、
ちょっとこう駅で、うん、なんかこうネタ合わせしようって言ってて、うん、まあある駅で待ち合わせしてたんですよ、うん、で親ったら俺が行ったら、うん、あのね高校生カップルがいて、うん、で結構ねまあ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 若いから、うん、結構ねこう仲良くイチャついてたんですよ、はい、うわやっぱすげえなやっぱ若いからそのねエネルギーほとばしっとんなと思って、うん、俺はあ仲良いなと思っとって、うん、まあちょっとねあしばらくまた待ってたな、うん、やったらねなんか後ろからそのねおじさん二人組、うん、東京のおじさん二人組、うん、なんだお前こんなとこでイチャついてさお前こんなの俺の娘だったらと思って頼むよとかって聞こえてきて何がすごいなカップルに見たらああもうカップルに鬼絡みしとってああ何二人何やってんのえアメトークすごいねなんだそんな珍しいのやってんだもうなんか気分いいほらほらほらこれ2人でとか言って1000円渡そうとしたりもうその2人あいいですいいです大丈夫ですですいいからいいからもらっといてよみたいなもうね関東もうねこの標準語なんでめっちゃ言ってたよ俺もうね女の子はめっちゃもうね愛想よくいやなんでですか私そのアメフト部のあれでとかもう全部応対しとったよで男もまあねそれに合わせて結構こうね明るくパッパッパッと喋っとってんけどね、うん、もう15分ぐらい話しかけられたからまっちゃなので俺やっぱあの子らさすがにあんなニコニコして喋っとるけど絶対帰りたいよなああカップルかなそう、うん、ただねもうおっさんたちも、うん、もうね2人があんまりにも明るく返してくれるけん、うん、どん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 ヒートアップしていく、うんうんうん、2人もさっきも言ってたけどもう一回俺の娘だと思ったらね本当にもこんなの見たらお前駅前で泣きついちゃってさお前頼むよマジでこの声量やったからすごいみんなに聞こえるからそうそうすごかったから、うん、俺はねもうどうにか助けれんかなと思って遠巻きに見てたんやけど、ね、やっぱね勇気が出た勇気が出たかわいそうやなと思ってたところに下田登場下田登場そう集合してで下田あーごめんごめんゆみさんみたいなちょっと自転車置きに行こうかっつって置きに行ってる時に俺は下田にちょ下田、うん、ちょ実は高校で高校生が困ってるちょっと助けたい理由下げって俺には勇気がないで一緒に助けてくれんかっつってああええよ行こう行こう行こうじゃあじゃあじゃあマジは、うん、ああ楽しんでるだけやんしゃん行こうほんまにいや笑ってるやんえらい笑ってお互い笑ってるやんええやん何がわかんねんどんだけドキュメントで伝えたい確かにわしはそっちやったやんそうそう俺は気づいたけど声かけれ仕事は気づいてないけど声かけれるやつやったからそうでもそれ見ていや楽しんでるだけやんって言ってけどいやこうでも15分ぐらいずっと絡まれて俺かわいそうなんやああそうなんあまあまあそれやったらちょっと俺わしら大阪から来たっつってちょっと道を聞くからでそれでそれでちょっと行こう行こうって言って2人でな、その4人がこうね、喋ってるところに、俺ら、これおっさん、高校生、で、俺らこの真ん中にぐわー入っていって、2人で、すいませんって言って、このおっさんに、あの、ちょっと僕ら、大阪から来てて、そう、下田がね、俺、下田がこうやって話して、あ、すいません、あの、ちょっと、わしらね、大阪から来てて、ちょっと道わかんないんですけど、あの、渋谷ってこれどうやって行くんですか？あーや、大阪から兄ちゃん来て、おい、大阪からや、お前、後ろのおっさんも、何してんねんそうずっと一瞬で関西弁何してんねんどこおんねんこんなもんお前言ってた一瞬ででもう一瞬でそのおっさん二人がわしらに食いついてきたよな渋谷の木からとかバーってこんなとこおったらあかんねんめっちゃ関西弁になってでそれで高校生らがそれを見てどうしようでもどうしたいやろお兄さんも困るかもって言ってるとこに俺とその高校生2人が目合ってしもたんこうやって話しかけてくれてるからおっさんの目を引いた高校生2人ありがとうございます駅の改札ほんまにマジで何やろなもうなんかそこがこうキセル乗車ぐらいのスピードピッピッすごいスピードですごかったサスケのファーストステージみたいなピッてやっていってで入っていって
で、それでその人混みの中からまたこう後ろ何回も後ろ振り返ってない、めちゃくちゃやばいかったな、嫌やったんやな、あれ嬉しかったね、あ助けれたわ、めっちゃ早かったもん高校生、うん、いや、襟巻きトカゲ、うまっスピードで逃げてたもんね、ほんまにありがとうございます、ずやーって走ってたから、に逃げてよかったな、あれはよかったよ、ええことしたわ、あとね、おっさんらがどうなったか見てないや、見とったよかった、あーほんまやな、気になるわな、でも見たかな、どんな感じやったんやっけ、忘れた、思い出してもほんまで、わしらもうでも、あー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 ありがとうっつって、飯食い行こうか、ちょっと一旦飯行こうかって、おい、渋谷はそっちじゃないよ、こっちだよ、電車の中、あ、わしら飯行くねいやいや、違うって、お前教えてんだろあ、飯おっさんの前から誰もらう、誰もおらんだったら、いや、いいことした、おっさんには悪いけど、おっさんには悪いけど、ね、おっさんには悪いけどな、助けたな、そんなこともあった、そんなこともあります、結構あるな、1週間いろいろ、いやまあね、またなんかあればぜひね、ほんまや、話したいと思います、はい、もうそろそろお時間、もうそろそろお時間、すいません、ありがとうございます、どうもありがとうございました、ごめんね、ニキ